ハローニーハー、こんにちは。おめんずイレブンゲームチャンネルの時間です。続いてチャグマミラ新規解放を、はい、バトルフィールド挑戦したいと思います。はい、わーかわいい、かわいい、このだるまさんかわいい。まあ、だるまさん新種が、新種の生物が出てきましたね。歯に続く。で、今回はですね、はい、今回じゃない、チャグマの新規解放で変わった部分が、はい、ほら、今やったと思うんですけど、アクション、はい、なんチャージ時か、チャージ時の、スキルの威力が2倍っていうのと、はい、スキル2が少し水寄せになった。ダイソン式になった。ダイソン式になって、吸い寄せて、だからすげー回復するんだ、はい、4000とか回復してる時もあるし、ああ、なるほど、そうそう、威力も高いから、うん、で、あとはスキル2で暗闇もつくようになったのかな。暗闇っていうのみたいな。暗闇って何、何、まあ、なんかね、よくわかんないんだよね。暗闇状態にさしてもさ、敵攻撃してくるって言ったらしてくるからね。ああ、そうね。ああ、狙って、ああ、そうかも、うん、この状態で、あの、なんだっけ、土偶の中身とかさ、暗闇にしても、うん、そうだね、でも結局動いたりとかあったりするから、そうそうそう、暗闇の良さがあんまり分かんないところではありますね。あと何かあったのかな、スキル1の出が速くなったかな、少し、そんなことないかな。スキル1が感電させるんで、めちゃくちゃ役に立つんですよね、バトルフィールドでも。キメラだっけ、あ、はい、はいはい、ね、あいつかかりやすいよね、そうそうそう、感電鳥関係は感電あるとすげえ楽になるじゃん。そう、ババババババでやられますもんね、うん、そうそう、事故る要素の一つなんで、そんくらいかな、チャグマミラ変わったところって。うーん、まあ、あともともと即死回避とね、ドレインがあるから、うそうね、まあ、ゾンビ系だからね、そうなんですよ、だから受験との相性も最高に良い、はいはい、で、こんだけ火力が強くなったらね、うん、最高ですよ。ただね、あのやっぱりチャージって、剣士でチャージってさ、敵との至近距離で結構したりするから、あ、攻撃食らうんだよね、チャージに息を取られて。今とか危ないね。いつ出てた、いつ、まあ、4700回復したから、47000。おお、そんなにか、攻撃が、そうですね、そうそう、そんなに、あ、4700は違う、トータルだからか。あ、けど4万ぐらいいくよ、これ。へぇ、強っ。あ、けどクリティカルで4万だったっけな、3万今クリティカルじゃなくていったからね。ああ。で、攻撃バフもかかってないからね。強いな。まあ、ただあれですよ、あの、受験なんで。そう、受験。まあ、受験と相性がいいからね。でもそうですよね、本当に。即死回避と。そうなんですよ。使ってて面白い。ありやまー。ああ、話題の曲を。ちょっとさっきからね、その曲が流れてるんだね。MC アストラリーで。昨日なんて、あの動画撮りに来たんですけど、動画2個しか撮れなくて、はい、そうでしたね、気がついたら3、4時間経ってで、結局2日連続撮りに来るっていう、そうね、大変なんですよ、ね、動画2個のために3人の時間、3、4時間費やしてからね、本当ですね、今日リベンジできて、今日リベンジです。まあ、さ、今ガチャみんなやってないじゃん、我々、ね、そうですね、だからね、うん、ガチャがね、ないとね、動画的にきついだね、きつい、きつい、そうですね、でガチャあったら後で早く出てくれと思うじゃん、うん、あ、そこのせめぎ合いですよね。だってこういうさ、クエスト系ってさ、うん、簡単なとこだとどうしてもね、うん、やれないというか、あんま上げても意味ない、はい、だからある程度の難しさの、うん、まあ、あるところを選んじゃうから、はい、バトルフィールド以上とかさ、はい、そうすると死ぬからね。そうなんですね、死んでね、やり直し、はい、そうですよね、本当にくじけるんだよね、とか、うまくクリアできたとしても、うん、途中のプレイがすげえ下手だったとか、はい、そういうのでね、ね、やり直したくなる、そうですね、時が多いです、けど結構きついよね、バトルフィールド10分ぐらいかかってるからな、10分をもう一回やり直すってきついよ、集中力なくなりますね、なくなる、だんだん、だから本当にソロ動画を上げてる人とかってどうなんだろうな、うん、まあ1回でやってる人も全然いると思うけど、うん、まあ、上手い人はね、本当に上手いから、うん、何時間かかってますけど、毎回本当大変、
中身が大変なんですよ、この。でもね、今やっぱり乾電が。乾電が、そうそうそう。乾電必須ですね、ここ。で、土偶の中身をね、出して、湧き潰しをしようとしてるんですよ、この後。はい。好きだね。そうそう。だから、敵が次現れるところまでぐらい、この土偶の中身を移動させて、やってるんですけど、土偶の中身の出てきたその次の次ぐらいでしょ。ああ、だから、ああ、そう、だから ちっちゃいザコ、ちっちゃいザコ、ザコもやろうと思って、結構いますもんね。やるんですけど、この先全部ミスしてますから、湧き潰し。まあ見ててくださいよ。ひどいか、もうイライラするから。もうそれのせいで俺ね、途中やる気なくしたんだよね。これ今、ああ導いてんのね。導いて、この辺、あれなんかこの辺なんかザコキャラ出てこなかったっけなと思って、あ、確かにあの辺ですね、その辺ターを、そうで、絡めもう手がかかっちゃってね、すごい。この辺でまず一回やらずでしょ。なんだよ、スキルも一回使わないとって。あ、この辺、この辺で、ああ、間違えて攻撃しちゃった、あありました、ありました。結局ね、普通に倒すっていう時間と SP のものすごい無駄をする。意味ない、全く。いやぁ、今からだんだんこの SP を倒してしまってるからね、ブラブラになります。いや、ここのね、やっぱキメラをさ、どうにか動き封じないとさ、そうだね、ここ死ぬよね。そう、2体いるからね、1人だとちょっとね、1体の動きを、ね、見えないとやっぱり残りますね。で、呪い系の武器つけてると特にそうですよね。そうそうそう、残るので危なかったですからね。たまにバフかってる時あるでしょ、こいつ。あ、そうなの。あの、狼の、狼のバフはついでにこいつが食らってる、ちょっと強くなっていく。あ、じゃあこれ食らったらもう終わりじゃん。そうですね。どれどれどれ、これこれかわいいね。うん、かわいいね。あ、こんな声してくるよね。うん、してくる。尻尾でピュン。やめろ。また力でさ。やめてくれよ。なんか変わらない。またミンタになるぜ。グーって。よくわかった。力でさ。かわいいよ。ちぎれそう。ちぎれよ。ちぎれそう。目細いからね。あれ、尻尾だよ、ほんとに。このバトルフィールドの最後のさ、イエロースナイパーを1体残しておくだけで全然違いますよね。その湧き潰し、湧き潰し、そうだね、スキルを一発食らわして減らせられるだけで、だいぶでかいですよね。時間短縮になりますね。剣士の場合は、このね、ピエロ、あの、やっぱりカウンターあるんでだいぶ楽なんですよ。おい、え、あれほど言っただろう。なんだピエロって。ピエロ釣った俺今。ピエロ釣ったかな。ねえ、ほらやっぱだいぶ、ほらカウンターがあるからだいぶ、ほらこういう、これピエロじゃないじゃん。だいぶ楽なんですよ。ピエロじゃないじゃん、これ。あ、強い、5700、カウンター強い。ピエロだ。ピエロ、ピエロじゃねえよ、マリオネットだよ、これ。いや、ピエロだよ、これ。何言ってんだよ。全然マリオネットだよ。黒い顔をした。ピエロだよ、ピエロ。ピエロ？どっちかっていうと。やりちよける。お、鋼鉄の飯あわ。ズン、ズン。全然知らないですな。ピエロっていうバンドがね、昔いたんですけどね、はい、ビジュアル系のね、場所で、そこそこ売れたね。もうちょいでピエロが倒せます。あ、もうちょっとだ。いや、やっぱいけるんですよ、シャグマキャラでバトルフィールドを。今日は強い、いけますね。トレスポットいけるんだよ。長いから、まあ、そう、話すこともなくなっちゃうし、ここまで長い動画はいらないっちゃいらないっすからね。5秒の5分ぐらい未満で、うん、ある程度さ、ね、別に見る必要ないもんね。そう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 、ね、まとまることはできるんだよ、この動画で、うん。というわけで、チャグマミラもね、うん、結構面白かったです。今のところつまんないキャラがね、
クライブとあ、でもクライブ好きだ、まあ、火力がね、弱いからうん、そこがね、思ったより今んとこ、動画出したキャラで面白くないのクライブぐらいかな。ソフィーももしかしたら火力が足んないかな。まあ、というわけでソフィーの方がまた別でね、はい、出すんで、はい、チェクマミラ面白いです、ぜひ使ってみてくださいで、グッド評価とチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。